川内町は、下北半島の中央部、道の区湾に面していた町である。2005年3月14日に隣接するむつ市に、編入したため廃止した。青森県下北半島の中央部に位置する。北部を、恐れ山山地を構成する山々が続くが、海岸部まで迫るような、急峻な地形はほとんど存在しない。町面積は、 県内4位の面積であったがその多くを山地にて占める。海岸戦争いの平野部に集落が存在する。山地の南側に位置することもあり、下北半島の中でも気候は比較的穏やかである。鎌倉時代には、下北半島一帯は津軽安藤氏により支配されていたが、県務の頃から南部市業の木材である武田氏が、当庁に、 近大城を築城し支配する。武田氏五代目である倉人のぶが柿崎氏を称する。1450年代後半に南部氏に対する柿崎クランドの乱が起きると南部政権が追悼し柿崎氏は北海道に逃走する。以降、この地は初代留守教を新田森政とする南部八戸一族の支配地となる。 江戸時代には田辺七港の一つとして数えられる、川内港より北前船による交易が、江戸地や上方と、盛んに行われ、市として南部ヒバや、檜、海産物が運ばれた。大正時代には、日本三大銅山に数えられた安倍城があり、その周辺に集落が形成されたが20世紀前半に閉山した。 この時期に行われた第一回国勢調査の結果、一時的に、下北郡で最大の人口規模となり、軍の中心地であった、田辺町や後に発展する、大港村を上回っていたが、工業の衰退に伴いわずか数年の間に、人口も減少した。主産業は、下北地方には珍しく農業及び観光である。高等学校、中学校、小学校村内を、 鉄道路線は通っていない。最寄り駅は JR 東日本大港線大港駅。廃線かつては川内川沿いなどに森林鉄道があり、地元の足としても機能したが廃止された。ありがとうございます。